原因不明の病気で会社を辞めて5年です。病気で働けず友達がいなくなり、社会との交流もなくなりました。生活保護はもらえない病気のため親にお世話になっています。体が痛くなるのであまり外出もできず、友人もおらず、消費しかしない。親にもお金をもらう人生、結構な頻度で経費支燃料です。何かアドバイスないでしょうか？親が死んでしまったら私には何もありません。ネットで友達作ったら？普通にゲームやってるだけで、ギルドとかあったりして、そこでなんか友達とかになったりするので、なのでネット越しで友達作ればいいんじゃないかなと思いますけど、すげえ底辺 YouTuber とかのライブ配信してる人に500円払うとめちゃめちゃ覚えてもらえますよ。で、多分その500円払った後にコメント書くだけで、500円くれた何々さんって覚えてくれるので、多分コメント必ず読み上げてくれるんですよ。僕、割とスパチャがいっぱい来てるので、500円とか800円とかのスパチャは読み逃して流れて消えてると思うんですけど、一般の底辺 YouTuber の人だと、1時間話しても500円1個しか来ないとかなので、1回でもお金払ってくれる人は超覚えてくれるで、なんかコメント書くためにリアクションしてくれるってなるので、そういう感じで僕に3000円払うぐらいだったら、500円を6人に払うと、多分6人友達作れますよ。というわけで、お疲れ様でした。